ション気になる車にロックオン。今回は近年世界的に大人気激戦カテゴリーとなっている SUV を大特集。インテリアの中もやっぱ個性を出してますよね、この。そうですね、うん、話題の国産 SUV をワインディングロードで一気乗り。すると人気の理由が明らかとなった。みんなね、でもね、コストパフォーマンス高いんですよね。SUV の最前線にロックオン。購入検討中の方必見です。皆さん気になる車3台ご用意しました、はい、それがこちらです。どうですか。いや、もうパッと見ただけでキャラクターの違いが分かりますね。ホンダベゼル、大人気車種がフルモデルチェンジを遂げ2代目に進化。日産キックス、電動パワートレーン e パワーを SUV に搭載。そしてファンが待ち望んだターボエンジンがついに復活、スバルフォレスター。どれも大きな話題を呼んでいる注目の SUV だ。さあ、まずはこれ楽しみ楽しみで、先代がかなり人気だったじゃないですか、はい、はいはいはい。それなのに、うん、今回パッと見て思うのが、うん、結構変えたなっていう。こちらが先代のベゼル。2013年に発売され、同じ SUV の CR-V とともに世界中で大ヒットしたホンダのヒットモデル。そのベゼルが大胆ともいえるほどの変貌を遂げた。サイズ感は先代と変わってないんですけど、はい、見た目がすっきりして、はい、最低基調高は上がってるんですけど車高が下がっていて、はい、ボディを見るとちょっと薄っぺらくなって、フォードはクーペっぽい感じがしますよね、はいはいはい、シャープになって僕は好きです、うん、ね、はい、はい。ライバルってどのあたりになってくると思います？いや、これね、難しいんですけど、まあサイズ感で言うと日産のキックスとか、はい、あとトヨタの CHR、はい、このあたりかなと思いますね。だからもうこの手の車はもうね、うん、いい車が多すぎて、いや難しいんですよただ価格で見ると、はい、まあ300万円くらいで、はい、まあちょっと大きいスバルフォレスターとか、はい、トヨタラブ4、はい、も選ぶグレードによって選択肢に入ってくると。ベゼルのグレード高いクラスと、うん、リアに傾斜する低いルーフラインや新デザインのテールランプによってリアビューもシャープな印象に。まずはラゲッジスペースをチェック。さあ、どうですかね。もうちょい横幅欲しいかなっていうのは正直な感想ですね。まあ、そうですね。実はオプションのプレミアムオーディオが備わるため通常より横幅が狭くなっている。ゴルフバッグを積む際は後部座席を倒して積んだ方がスムーズな積み下ろしができる。後部座席を折りたたんでラゲッジスペースにできるのは嬉しいポイント。そしてベゼルには最新モデルらしい便利機能がたくさん搭載されている。予約クローズ機能という機能がありまして。なるほど。どうするんですか。押して、はい、うん、離れたらもう自動で閉まるという。なるほど。だから手に荷物だいぶ抱えたら、うんうん、もう大変じゃないですか、もうボタンを押すの。確かに。だからそのまま離れてっちゃえば、あとは閉めてくれる。あ、これは嬉しい機能ですね。もちろん予約クローズ後の自動施錠も設定可能。さらになんとこちらのベゼル、うん、デジタルキーになってまして、うん、スマホで解錠できますし、うん、すげえ、エンジン始動もいけます。マジ？はい。そう、インターネットを通じて認証を行うことでスマートフォンを車の鍵として使えるのだ。開いた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 、はい、解錠後はディスプレイに表示されたピンコードを入力。認証に成功するとエンジン始動が可能となる。おー、すごい。
だから一応、まあ、鍵は持ってた方がいいらしいんですけど、うん、電波の状況とかにも、はい、ね、よってなので、ただまあ、万が一、まあ、鍵を紛失した時とか、はい、なんかあるじゃないですか。うんうん、さらに、離れた場所からエアコン操作が可能。乗車前に車内の温度を調整できるのだ。これからの暑い時期には便利。あとはなんかデザイン性でシフトノブ周りがこうコックピットみたいな感じでドライバーをこう包み囲むみたいな、はい、すごく凝ってますよね。うん、インテリアも凝ってますね。この送風口もこだわりの一つ。頬を撫でる穏やかな風を作り出すという。程よくそよ風がこの辺を当ててくれる。当ててくると。機能。確かに。だからインテリアの中もやっぱ個性を出してますよね、この車。そうですね。うん、中尾くん、シートの感じはどうですか？シートはすごく、うん、座り心地が良くて、で、クッション性も結構あって、ほうほう。柔らかい印象ですかね。だから多分長時間乗っても、楽なのかなっていうのと、うんうん。では、後部座席はどうなのか。低いボディデザインとなれば狭さを感じそうだが、お、どうですか？広い。っていうか確かに中尾くんあれですよね、普通にドライビングポジション取ってますよね。取ってますよ。取ってる、ね。足が短いみたいに。足元がめちゃくちゃ広いんですよ。そうですよね。ダイニングスペースありますもんね。はい、うん、前台から、はい、大きく変えたのが、うん、シートの取り付け位置。はい。ヒップポイントからの、うん、足先までやや拡大と。あ、ここか。はい、なるほど。積んで広くなってるんですよね。なるほど、さすが。ヘッドクリアランスも十分あるようだ。また様々なアプリをインストール可能。音楽をストリーミングで聴けるなど、スマートフォンのような使い勝手の良さがある。あら、ちょっとベゼルいいんじゃないですかね。まあただ僕らはね、うん、やっぱ走らないと乗ってね。そうなんですよ、乗ってみないとわからないからね。嫌な客なんて。新型ベゼルはハイブリッドとガソリンエンジンが設定されているが、今回はハイブリッドシステム EHEV を選択。加速が必要な時はエンジンで発電し電気モーターで走る。高速巡航時になるとモーターが停止しエンジンで走る。効率よく燃費を抑えるシステムとなっている。さらにホイールハウス前に整流板を標準装備。空気抵抗を減らし燃費と走行性能の向上を目指している。今回走るワインディングロードでは131馬力を発生する電気モーターの実力が試される。その走り始めのところの電気のこのスムースさと、はい、このこうトルクの電気の感じはすごいいい感じですね。うん、となんかこのね、足のこのしなやかさがすげえマッチしてて、はいはい、街中もすごい、なんだろう、こう気持ちよく乗れそうな感じがしますね。都内なんかだとやっぱりね、うん、どうしても信号待ちの時間も警戒さみたいなものはありますよね。うん、ありますね。加速感は上々。ではコーナリングはどうか。ステアリングをパッと切った時がすごいね、こうしっとりしてる感じで、はい、サスペンションも、適度なこう硬さ柔らかさというか、はい、足が結構こう柔らかめだと車ってどうしてもこうロールしやすいんですけど、はい、そのロール感はないですね。あ、じゃあ本当に純粋に一番心地がいい、うん、そうですね、これいいですね。ここでノーマルモードからスポーツモードへチェンジ。あー、やっぱ加速が全然違うわ。あ、そうですね、あ、スポーツは加速感ありますね、うん、加速感ありますね。もう踏んでね、もうちょっと足乗せたところからのその突きが全然違う、はいはいはい、うん、このアクセル踏んだ時にすぐこうレスポンスでついてきてくれるとね、こう楽しいですよね、はいはい、うん、横溝の印象は高評価だが、中尾が気になる点を指摘。
確かに回転数が結構高い気がする、ね、エンジンかかるとちょっと回転高いな。高いですよね、うん、発電中のエンジン音が若干気になるようだ。シートはいいですよね。だからやっぱり足回りでね、このしなやかさを出してくれてるのか、あとはそこにプラスしてやっぱりシートの、うん、この優しさみたいなものも確かに来てきてて、うんうん、あとねこのミラーもそのこのドアについているから、はい、これちょっと死角が少ない、はいはいはい、かなっていう。ここが見えるから、この隙間が非常に隙間があることによって、うん、確かに取り回しとかもと四輪駆動モデルが用意されている。続いては GT プラスが気になっていた1台、それはスバルフォレスターに追加された新グレードフォレスタースポーツ。2018年に一度姿を消したターボエンジンが昨年10月のマイナーチェンジで復活。これはフォレスターで最もパワフルなグレードとなる。とうとうターボになり、また帰ってきました。帰ってきましたね。これだから横道さんと僕が、うん、はい、オフロードで試乗した時は、はい、なかったんですよね。そうですね。あの時でもやっぱアクロの走破性ものすごい良かったじゃないですか、はいはい、こうすっごい上り坂をぐいぐい登っていく感じ、はいね、そう、以前中尾と横溝はフォレスターの X モードを経験、走破性は極めて高かった。その記憶があるだけにターボモデルへの期待が膨らんでいるのだ。価格は先ほど乗ったベゼルより40万円高い330万円。330万円。30万円、難しいなこれは。なんでそんな悩むところで、うん、みんな作ってきますか ね。こちらが新開発の 1.8 リッター水平対向4気筒ターボ。エンジン搭載位置の低さはスバルのお家芸だ。確かにこうやって見ると、うん、低いですね。だって普通はこうボンネット上げて、はい、ここにこうエンジンがね、はい、この高さにあるじゃないですか。す、ね、重たいものをなるべく低いところに搭載して、こうドライバーの近いところに配置するっていうのがやっぱ一つのやっぱり車を良くするポイントですからね、うん、そこは徹底してると。さすがですね。ちょっとラゲッジスペースじゃあ行きますか。はい、はい、見てみましょう。さあ、ああ、広いっすね。広いっすね。十分です。一応、はい、横で、そのまま、斜めじゃなくて。ありますかね。余裕で。はい。いいですね。乗せる時の高さもそんな高くなくて、乗せやすいし、はい、ここやっぱフラットになってるんで、はい、あの、積み下ろしも楽ですよね。はいはい、うん。重たいものなんか特に。はい。あと離れれば、自動で閉まる機能は、ついてない。ないけど、うん、ボディサイズの大きさはもちろん、スクエアなリアデザインがラゲッジスペースの広さに貢献している。インテリア、あ、なんかシート高級感ありません？本当だ、いいですね。ちょっと今あれ高級感がある。デザインがちょっとだけ、うん、ちょっとモダンな感じになりましたね、はい、シンプルですけど、うん、材質が違うものがいくつもこう、ね、組み合わさっていて、うん、高級感を感じましたね。今気持ちが上がるって重要だし、やっぱそこいいっすよね。使うことが分かる。続いて後部座席をチェック。広いしね、あの上も、うん、十分なスペースあるし、もうちょっとないかなと思ったんですよね。あのラゲッジスペースが結構そう大きかったんで、うん。フォレスタースポーツは3台の中で唯一のガソリンエンジン車。その最高出力177馬力。果たして実力は？ああ、はい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 、はい、今の一瞬でなんか、うん、パワーある、うん、パワーある。1600回転が最大トルクが出る。うんうん、ちょっと踏んだだけでね、この上りをこう、はい、登ってくれると、これ運転手楽ですね。ブレーキングの制動もいいし、はい、ですね、この懐の
深さみたいなところ、はい、うん、エンジンが低重心になってるところがやっぱりそのコーナリング性能を上げてると思うし、はい、単体ではなくて全てのトータルバランスで車の良さというかね、キャラクターが出来上がってるなというふうに思いますよね。ベタ褒めの横溝が唯一気になったのはこのシート。ちょっと個人的には大きい感じはするかなっていう、はいはい、うん、こうコーナリング中にちょっと体は動いちゃうかなっていう、はい、これはその海外の方とか、ね、外国の方にも愛される車なので、うん、ちょっとゆとりを持たせてんですかね、うん、続いて中尾にチェンジしスポーツモードをチェック。はいはいはい、あー全然ガラッと変わる、うん、はい、ターボがこういい感じで加速を演出してくれてますね。どこでも行ける SUV ですね、うん、これはいいですね、マジで。だから本当キャンプとか向いてますよね、うん、ターボエンジンのフィーリングを存分に味わった2人はエンジンの良さ感じますよね。感じる。電気とは違う加速感があったりとか、はい、こう走らせてる感がやっぱりあるのはやっぱエンジンかなっていう。また行きたいですよね、あそこにいながらね、うん、またね、うん、あのアクロのね、アクロに行きたい、うん、そこをちょっと本当に本領発揮しそうな雰囲気ありましたよね、うん、続いては日産キックス。最大のポイントは電動パワートレーン e パワーが搭載されていること。 e パワーはエンジンで発電し電気モーターで走るシステム。ホンダ EHEV とは違い、エンジンが直接駆動することはない。ノート、セレナに続く3車種目として満を持してついに SUV に搭載されたのだ。 e パワーですけれども、はい、新型ノートで乗って非常に良かったじゃないですか、はい、それがねこの SUV に搭載されてどうなるのかなっていうのは非常に楽しみですよね、はい、とうとう来ましたね。はい、この後日産キックスの魅力に迫る。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。日産キックス e パワーにロックオン。その実力はいかに。まずはどうですかこれ、はい、サイズ感の方ですけれども、全長4300ミリを切っていて、まあ、今回の3台の中で一番実はコンパクトなんですよね。コンパクトではあるんですけれども、はい、デザイン性が結構あって、こういう、まあ、キャラクターラインも入ってるし、はい、うん、SUV だけどスポーティーさも少しある感じはしますよね。どっかなんか可愛らしさもありませんか。確かに確かに。フロントマスクはそれぞれ個性豊か、好みが分かれそうだ。ラゲッジルームは一見狭そうだが、ホイールハウスの後ろにスペースを確保しているため、ゴルフバッグを斜めに積むことが可能。デザイン性高いですよ、シートがね、うん、そうですね、面白いデザインですね。面白いデザインで、うん、シンプルですね。シンプルですね、うん、インテリアは丸みを帯びたデザインを随所に使っているのが特徴。三者三様、こちらも好みが分かれそうだ。前席のシート形状を工夫することで後部座席のスペースを確保。ボディのコンパクトさをデザインで補う工夫はお見事。ヘッドクリアランスも十分だ。続いて走行インプレッション。すると驚きの実力が明らかとなった。一番なんか感じるのかもしれないですね、うん、日産キックス e パワーの最高出力は129馬力。その加速感は思ってたよりもすごいちゃんとスーッと登ってくるんで、うんうん、この間のノートの時に受けたいい印象 の、はい、そのトルクがある感じ、はい、そこはねやっぱりありますよね、まあ、キックス用に今回、はい、e パワーはモーターを増強してるってことなんで、はい、その出力が上がっているところをねやっぱ感じますね。
エンジンで発電するのはホンダベゼルと同じだが、印象が違うようだ。まあ、感じるのはそのエンジンを使ってる時のそのエンジンの回転数はやっぱり日産の方がちょっと低めで、そうですね、あの音も静かかなという印象を受けました。はい、続いて横溝直樹にチェンジ。コーナリングがなんか割と軽快というか、うん、クイックに車が動いてる印象なんですね。助手席に乗ってると、もう3台中これが一番こうステアリングを切った瞬間のレスポンスが良くて、はい、まあ、その分あのちょっと足は気持ち固めかもしれないですね。はいはい、まあ、レスポンスが出てる分固く感じるところかもしれないかなって。スマートモードはより電気を多く使い加速が強まる。上りの時とかはこうこのスマートモードにした方がぐい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 上っていきますね。はい、そうですね。うん、今一番回数が一番効いている状態なのかな、このスマートモードが。はい、こうグッとこう効きすぎるとか違和感がないから、この辺はドライバビリティが高くて運転しやすそうですよ。スポーツっぽさみたいな一番なんか感じるのかもしれないですね。うん、この車がもしそういうのが好みの人であれば。そうですね。日産キックスはキビキビとしたスポーティーな走りが印象的だった。国産 SUV を一気乗りした2人は、この3台の乗り味とかサスペンションのフィーリングとかってちょっと前の車と比べたらもう価格破壊ぐらいのコストパフォーマンスなんですよ。個人的にはなんかこんなに素晴らしい技術をよりなんかこの欧州のちょっと高級コンパクト SUV に対抗するような車もね、確かに出してもらえるとすげえ楽しいなって。1000万円もすんのみたいなのがあっても楽しいですし、そうですね、うん、どんどんここは盛り上がってくでしょうね。はい、世界初の水素エンジンレーシングカー。